はい、皆さんこんにちは。今日からこちらのセンターステーションシミュレーターをプレイしていきたいと思います。こちら2024年の4月5日にアーリーアクセスが開始されました日本語非対応のゲームです。なのでいつものように Google 翻訳を使ってプレイしていきます。ゲームの内容は廃墟となったショッピングセンターを引き継ぐ、それを機能させ地下の研究室で自分で多くの製品を生産してください、お客に販売してお金持ちになりましょう、多くの機能を備えたセンターを開発および拡張しましょうというような感じで、砂漠の真ん中にショッピングセンターを作っていくというゲームになっています。なんかトレーラーを見た感じではなんかサバイバルゲームのように自分で作りたいものを設置してそこに資源を入れていくとその機械などができていくような感じでしたね。まあちょっと普通のシミュレーターとは違う感じがしますので、まあとりあえずプレイしていきましょう。はい、始まりましたね。一応キーの方はいじりました。 Z とかでなんか前に進むになってましたね。いつものように操作は WASD キーに戻してあります。さあ、そして今ピンポンになりましたよね。トイレ、バスルーム、E ボタンで開く。これはなんだ、レンジ、扉はない、ここかな。待って、何か書いてある。右クリック、右クリック。さあ、そしてお手紙が来ましたね。でこれはどうしたらいいんだろう。こちらの方は、孫よ、もしあなたがこの手紙を受け取ったら、それは私が引退すること時期が来たことを意味します。あなたはとても独創的で創造的でした。未来的に機械を構築するあなたの創意工夫はあなたの将来に役立ちます、ということで、センターステーションというスーパーマーケット、ここは砂漠のど真ん中に位置します。売りたいものは全て生産し製造しなければなりませんと。配送トラックはこの砂漠を横断することを許可されていませんが、車両は定期的に通過します。この建物の秘密を探ってみましょう、ということで、公式ドキュメントとキーを添付しておきますよということみたいですね。これもどうしてないの？これが公式の書類か。で、ちょっと待って。これが鍵と。で、どうしたらいいんだろう。何の扉の鍵だ？しかもこれポケットのしまい方がわからない。あ、なんか矢印がありますね。この扉じゃなくてこれを押せってことか？え、一応押したけど動いてる？鍵捨てないといけないのかな。鍵一旦捨てて、あー、なんかちょっと押せた感がある。なんか光ってますね。捨てるのか。え、でどっち、上と下どっちに行くんだ。上から行くか。はい、上ボタン。え、ちょっと待って、上押したけど下に行く。はい、そして謎のロードがあって、砂漠の方に連れてこられてしまいましたね。勝手にここに行くんだ。そしてチュートリアルが出ていますので、チュートリアルの方に進みたいと思います。オートマティックドアということで、自動ドアは E ボタンを押していけばいけるよと。これは何だろう、この青いやつは。あ、ロードマップ。で、とりあえずこっちに行くのかな。なんかスーパーみたいなのは見えましたね。スーパー、シフトでとりあえず走ると。スーパーがある。あ、入れますね。あ、なんか汚れてるな。で、エレベーターは、あ、ダメだ。あ、チュートリアルが変わってますね。電源を入れなさいと。オフィスの向かい側にあるよと言っています。あれ、入れない。回らないといけないのかな。オフィスの向かい側にある電源室で電源を入れてくださいと。エンプロイしか入れないのかな。従業員しか入れないってことですよね。これがオフィス。あれ、入れないな。あ、入れた、入れた。あれ、これも E ボタンを押さないといけない。ああ、E ボタンを押せば入れましたね。で、セキュリティ、0ワットになってるな。でも、これなのかな？違う。ああ、入った、入った。電源入りましたね。続いて、ソーラーパネルキットを使って、E キーを使ってピックアップすると。
これをピックアップする。はいはいはい。そしたらスーパーマーケットに戻って、裏手の方にソーラーゾーンがある。G キーを使って置く、そして入れると。まあいいか。裏手の方に、これですかね。ソーラーパネル1個だけある。で、G キーを押す。そしたらアスファルトバケツを使う。これか。こいつを、ここで E キーを押すんですね。で、このパーツを入れていけば組み立てられると。すごいな。自分でソーラーパネルつけるんだ。まだある。何がある？導線。はい、これも OK。なるほど、なるほど。ということで、こちらも入れて持ってこないといけないのか。ちょっと待って、ソーラーパネルが汚れていますと、1キーを押して、スプラッシュですね。この道具もスキーコンフィグで勝手に変えました、自分が。よし、これで OK。で、ちょっと待って、ベースメントに行けって言ってるけど、ちょっと待って。まだ作れるのが、あと2つばかし作れるので、作ってしまいましょうか。こいつを持っていく。これ作らん方がいいのかな。まあいいか、せっかく来たし作れるので作っていきましょうか。違う違う違う。右クリックして入れていくと。よし、OK。そうだ、導線も入れる。はい、これで電気つながった。あと1個バケツあるので、よし、こいつを入れていこう。続いての方は次のタスクですよね。ゴーダウン。下の階に行って、B キーを使ってビルドメニューを開いて、スモールプランターでフェニックスプランテーションキットを使ってプランターを作りなさいというのが書いてありますので、続いてはこれで3つ設置しました。地下に行かないといけない。地下はエレベーターか。電気が通ったからエレベーターが多分つけれるようになったってことですよね。はい。で、下に行く。はいはいはい。で、続いて、これか。キット、フェニックスって書いてあるから、そうだ、プランテーションって書いてありますから、これですね。B を押して、ストレージ、フード、プランティング、これか、スモールプランター。ここで植物育てるってことなのか。まあいいか、とりあえず1個持っていって作ろう。で、これも中から出して、作る。よし、できたよ。で、次。スーパーマーケット、use E key as a screen to start。水を取っていくのかな？待てよ。こっから、これですかね。これのスクリーンを E key ローで、あなたは最大のなんとかってなってたな。これスタートすれば OK ですかね。パワー10使うことによって20の水が取れますよかな。続いて2のキーを押して、これか。ブルータンクから、これから水を取る。水取れた取れた取れた。で、これをもらって植物に水をあげましょう。こっちでいいか。で、これであげる。OK。次は、プラントはトゥリー、シード。種がある。この表紙みたいなやつかな？種ですね。で、こいつを植える。はい、OK。そしたら続いて、またスーパーマーケットに戻るのかな？スーパーマーケットの裏手に行きます。鉱山に参加してください。3キーを使用してツルハシを取り出します。左クリックを2回押して石を取り出します。この操作を10回繰り返してください。
めちゃくちゃめんどくさいぞ。エレベーターじゃなくてこっちからも行けましたね。であれか、これですかね。でツルハシ、でレフトクリック。あ、なんか変なのがある。これなんだろう。こいつは関係なし。これですよね、明らかに。でめちゃくちゃ振るの遅いけど、あ、取れた10回ってことは5個取れってことか。あ、違う種類の宝石が取れてる。石炭っぽいのが取れてるな。ちょっと上の方も掘ってみるか。さあ、これで6回かな ?8 回。え、これでもう10回押したよね。え、そしてこれは宝石を10個取れってことなのかな。なんかやばい。変な、青いやつとかも出てきた。え、これ何個 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個取ったけどな。10タイムズになってるからな。まあ、とりあえず分からんけど、これをリピート。え、これもう10個以上取ってると思うんだけど。え、ちょっと待って、もう一度タスクを読もう。スーパーマーケットの裏手に行きます。講座に参加してください。3期をして、ツルハシを取り出して、左クリックを2回押して、石を取り出します。この操作、あ、おって、これを持たないといけないのかな。いや、持てない。あ、持ってた。で、これどうするの。あ、この変なやつに使う。あ、入れた。1って出た。あ、やばい。これ入れられない。待って、え、入れれるの、どう、あ、同じ種類しか入れられないのかな。まあいいか、ちょっと一回10にしてみよう。ダメだ、3までしか入らない。こいつは違う石なのか。こいつか。あ、これは入るな。違う石とかあるのか。え、これも違う石。ちょっとこっちに置いて並べよう。これ石炭っぽいですよね。で、こいつも石炭。今入れたのはなんだ、じゃあ。あ、見た目はちょっとスポンジっぽい。黄色なくて特になんかあの、こっちにあるスポンジみたいな感じですよね。これも青いのとかもない。とりあえずこれを10個集めろってことなのか?さあ、わかりませんが、もうとりあえずあの箱かなんかわかりませんが、六角形のやつに10個突っ込むまでちょっとやってみましょうか。その前に同じやつが出るとは限らないから、大丈夫なのか?どこまで出る?石炭。いや、全然出ないけど、青いやつ。これ何 ?10 周しないといけないのかな?上の方だと違う鉱石出るとか、こんなのはあるのかな?さあ、何かが出てるけど、これリピートってことは10周回るまでやるのかな?本当にもう何もかもが分かりません。こういうの、この石?この石だな。これは違う石。これは違う石だ。ということで、こいつを入れて7個。まだまだだな。まだまだ、もっといっぱい出さない。こいつか?茶色。茶色。これか。この変な黒石か。白い石も出てきた。これで7個目なのかな?青いやつ出てくる、そろそろ。出てこない。いや、青いの出てきた。これ3周目ってことなのか分かりませんが、ガンガンちょっと掘っていこう。この色の石だよね、きっと。よし、一旦入れてみるか。7、8、9、10個。一応これ。違うな。やばい。しかもこの変な、あ、アイロンって書いてある。箱は持つことできたけど、何かがわからん。え、これなんだろう。リピート10タイムスは。ん?この、ここも掘れってことなのかな?あー、石。あー、なるほど。この石が剥がれてるの?え、これはどういうことだろうな。ジョインザマインだから、ここですよね。この変な石の方を10回叩くのか分かりませんが、ちょっとタスク進むまで進めてみます。さあ、タスク進みましたね。こっちの石の方を叩いたら、
進むことができました。黒いやつとはまた別なんですね。次 E キーを使用して石を拾います。石を手に持った状態で単品チェストを目指して E を使用、そういうことかやばい、これ入れてしまったよ勝手に。こいつがチェストみたいですね。で右クリックで出せるからとりあえず出そう。でこの中に石を入れろと。こいつがストーンで出てるや。ストーンを10個とりあえず入れてくださいと。これもストーンなのか、これ違う、レンガかなんかかな。これはポイする。で今のところ10個出てるのかな。8個9個やっぱりあと1個がないな。もう1個石を取ろう。よし、これで OK で、この中に入れる。 OK、 はい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 。そしたら続いてですね、ベースメント、地下の方に戻れってことか。地下の方に戻って B を押してビルドメニューを開いて鍛造工場を出しましょうと。こいつを持っていかないといけないのか本当にこれサバイバルゲームのような感じで作っていかないといけないんですね。こっからなんか建物作るって結構珍しいな。でこいつは置く。で B のメニューで、どれだ、フードプランテージ、これか、ファンダリー、違う、これじゃないのかな。でもこれ、ストーン10個だからやっぱこれですよね。で回転で一応いける。やばい、木がめちゃくちゃでかくなってる。これどうしよう、隅っこに置いとくか、とりあえず。さあここにとりあえず置いて石を10個。めんどくさいな、これ一個一個入れないといけないタイプか。しかもちゃんと下から順序よくできてますね。でこっちの方に置いて、出しては取らないといけないのか。難しい、もう一回全部出そう。で石を突っ込んでいく。 OK、 よし、で10個入れたよ。これがボックスっていうのが全然わからんな。はい、よし、できましたね。そしたら続いてはこちらの方はスーパーマーケットの裏手に行ってくださいと。鉱山に参加して3機をする、鉄鉱石を取り出しますと。鉄鉱石もう10個取ってしまったけどね、もう間違えてわからなかったので取ってしまいました。今度は鉄鉱石を、取りなさいと。取り放題なんで今回も適当に、めちゃくちゃいっぱいありますね。よし、鉄鉱石を取る。はい、 OK。 で続いてはアイロン、鉄の鉱石を装備して、でこの中に入れればいいのかな。これですよね。何か10個ぐらい入るのか。よし、勝手に入れ、これアイロンですね。アイロンで間違いない。これでいいんですよね。何も変わらないけど、タスクの方が変わりませんね。違う。鍛造所のところに行ってだから、いっか。これごと持っていこう。何個まで入るんだろう、これ。そういうことね。やばい。これめんどくさいな。かなりめんどくさい。炉を作りたかったらもう一回10個持っていけってことですよね。これは黄色か。こいつは、まだ入るな。10個以上入りますね。とりあえず12個もらって、で、今度は先ほど作った炉のところで、こいつを置けと。よし。で、こいつはポイする。こいつをここに入れるのかな？入った。はいはいはい。そしたら続いて、プランターのところに行きなさいと。プランターのところに行って、E キーを押し
的を収穫しますと。で、その木をここで使いなさいというのが書いてある。こいつをいい木、あー丸太が1本取れた。で、こちらに、あー燃えた燃えた。さあ、そしてしばらく待っていい木を押して鉄を取るという感じな。あ、なんかちょっとここが微妙に出てきてる気がするな。ちょっとやばいぞ。でもこれ木1個で木、あ、でも種は返ってくるのか。木1個でこんな1個だの使ってしまうと、あー大変だなこれは。そしてプランターもちょっと作っといた方がいいですね。これは勝手に作っていいのか分かりませんが、まあとりあえず一度こちら鉄が出来上がるまで待ちましょうか。さあ、できましたかね。これ色が変わりましたね。ああ、いい木で取れた取れた取れた。そしたら続いてですね、ビルトでワークベンチかな、作業台を作りますと、なってますが、ちょっと待って、こいつはどうするんだ。これ一旦置いて、ワークベンチ、どれだ、ワークベンチ違うな、これではない、これか、ワークベンチ。ちょっと待って、ロングウッドが6本とアイロンインゴットが2つって書いてある。これ結構まだまだ作れないぞこれ。はい、ということでちょっと、作れませんね、すぐには作れない。はい、ということで、ま、今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、こちらの方を、やっていきたいと思います。多分これどんどん溶かしていかないといけないので、次回までにもうちょっと木育てる場所と、そして、こちらの炉の方を作っておきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.